はい、どうもこんにちは。プロボウラーの水 B です。いつもありがとうございます。今日はね、浅見プロまた呼び出しました。はい、っていうのは前回のね対戦動画すごく好評でたくさん再生していただきまして、でもね僕負けてるんです。そしてすごい泥試合だったんです。はい、ね、はい、紹介するの忘れてました。浅見プロです。はい、あっちゃんこと浦浅見です。よろしくお願いします。はい、お願いします。もう本当にね、この前のプロボウラーらしからぬ点数の勝負やったんで、今日はね、2人ともええとこ見せたいなと思って、僕もだいぶ前から練習してるんです、今日。はい、ということで分けません。そして、悔しかったんで、浅見プロが前回僕に勝ったのが、秋ドライブ3やったんで、悔しいから、負けん気強い水谷は秋ドライブ3を持ってきました。今日僕これ投げます。私も一応、秋ドライブ3と、これ、確か11月発売の、アメリカンボウリングサービス様から発売したエクスポーネントのパールを一応持ってきました。これも今日これ指の調整終わったばっかりなんですが、ちょっと出番ありそうやったら投げようかなと思います。これも。はい。まあ投げるでしょうね。指の調整せんでも投げるでしょうね。はい、ということでね、はい、今日はまた1ゲーム勝負しますけども、前回僕に勝ってますけどハンデっているんですか？いります。いるんですか、そこは。そこはいるらしいです。乙女なんで。僕乙女座なんで、ハンデなしでいいですか。あかん。あかんそうです。はい、ということで、またいつもの10点で。はい、今日こそは、いいゲームを皆さんにお披露目したいと思いますので。はい、最後までお付き合いよろしくお願いします。それでは、ご覧ください。どうぞ。はい、いきます。はい、僕からです。ヒットさんのレイディフレッシュ45フィート、はい、負けませんよ。今日はね、僕は口数少ないんで。え、ミス一丁。はい、返事しとる。吐いてないね、しかも。あ、なんか良さそう。あ、いいね。練習投球終わりました。練習終わりでいい？いいね。じゃあ私もこれアキュドライブ3でいきます。あれそれとオープニングと全く違うことやってはるよこの人。適当人間なんで。ミスを返し一丁。あかん。あのボール俺に勝てるボールやからな。やめて。惜しいな。スペアボールはボール。あかん。またやなんか使おうとしてる。またや。いいもん、俺左から行くもんこれ。ハンデまた増えた。スペアボールなし。左から行くもん。ほら来た。あ、惜しい。惜しい。7点です。7点。またヒットはモグラ出てくるから気をつけて。モグラが倒してくる。ポコって。あかん。やばい。もう思わせぶりですよ。もうハンデがいっぱい増えました。10何点差になりました。危なかった。おしな、俺練習したのにさっきいっぱい。頑張れミズピー、応援しとこう。ミスから始まったら優しいなった。どう？ああ、スペアボールがないのに。スペアボール持ってきてるんですよ、僕買って。でもそんなんあかん。スペアボール買うぐらいのお金はあるんです僕も。使わせへん。やめなさい。優しいね、あれ優しい。あかんあかん。それは ABS さんに怒られるもん。いや怒られはせん。一投目のボールで取ったらいいんちゃう？いやスペアもちゃんと宣伝しな。僕もしたいな宣伝。やめてや。お。いやこれだってスペアボール使うのとミスったら ABS さんに悪いやん。ああれヒットさんって結構残ってくれる、残ってくれる、うん、これを右にだいぶシューっていくよ、右にシューって残ってくれるよ、いける。いけました。なんかさっきさ、浅見プロちなみになんか初投げらしいんだけど。初投げです、はい、今年。今日1月何日や思います？今日初投げ言うてるけど。今日何日なの？もういっぱい過ぎてる。曜日とあれが全然分からへん。曜日は今日は火曜日です。火曜日、1月吉日です。今日は吉日って何？はい、いい日。よく手紙に書くやつ、吉日。あ、ほんだらええこと起こるわ。もう今ええこと起こってない。俺ミスから始まった頼むって。よしもう勝ちました。さっきスナック出した人が勝ちちゃうかったっけ？いや、負け。勝ちました。ありがとう。さっき出した方が負けです。おかしい、そんなルールない。後出しじゃんけんみたいな。さっき全品。あ、ちょっとこれ一回投げてみたい。あ、出ました気分転換です。じゃちょっとこれ気分転換にこれ投げよう。これでも多分ボール落とすんですよ。後ろに落とさんといてや。はい、投げないように気づけましょう、後ろに。やっぱりちょっと落とすわ。落としたのに。落としたよ。落としたけど今サイレント投法でしたが大丈夫です。みんなAボールですよ。落としてもAボールですよ。落としてもAボール。あと初めて聞いた、落としてもAボール。キャッチコピーにはね、キャッチフレーズにはならへんよそれ。はい、ミス以上。いやいや、ダボります。ほら来た、これは来たやろ。お、セーフ。来たやろ今の。でもあれ何番ピン？ 9 番ピンも危なかった。今も危なかった。球が球すぎてさ、ピンアクション強すぎたね今ね。日頃の行い悪いからね。いや一生懸命来たのに今日山越えて気温0度の山越えて来たのに。0度やば。0でしたよ今日。おかしいって。はい、ボール戻そう。はい、ボール戻しましょう。あれ、いいボールですよ。みんな勝った方がいいよ。ABS さん欲しい。多分コメント欄に「買え」って書かれてるやろうけど。いけた。ちょっとね。ナイスカバー。ゆっくりタイミングの調整をしながら投げました。やばい。ハンデ10もらってもええ勝負や今。お、これいいかもしれませんね。そろそろアキュードライブもええとこ見せた方がいいんちゃう？いや、ちゃう。ちゃうんや。ちゃう。こいつでいこう。ほら、がボールチェンジって言うたのに。今のは甘いな。言うたのにした方がいいよって。あ、ボールが違うなんか。あ、間違えたボール。何使ったんですか？ハニーバジャー。あかんやん。いや、900グローバルには。900グローバルには900グローバルを。違う。みんな怒って。これええ球ですよみんな買ってね。まだ売ってるよ。ハニーバジャー2000だってもう2024年だったからこれ投げな。2024。あかん。あれおかしいな今完璧な最後出たの。アキュードライブ3って言ってたのに水木なんか勝手にちゃうの使ってる。最初これ投げるでこれから始まったやんか。それは優しさですよ。あ、優しさだそうです。やっぱ先輩をね、敬っておかない。これ青い、はい、こっち青い方な、青い方でいきましょう。こっちがキラキラしてる。一投目な、次の一投目もそれでいこうか。あかん。取れたー。なんかスペアが楽そうに見える。気のせいかな。それはミズティーがあれしか持ってきいひんから悪いんですよ。あれしか持てへんねんもん。それは買わなあかん。ほんならもう一個持ってんのも違うメーカーなんやもん。よし、もう絶対こっちでダブル、絶対ダブルってやる。男の意地や、男の意地。見といてあげてね。男の意地です。おっと。ちょっとタイミング合えへんかった。今ファールじゃなかった。ファールじゃん、持ってるやん。ファールですよね。いや、持ってるやん、ボール。みんな豆知識です。また豆知識。線踏んだとしても、超えても。ボール離してないから、これまだ投げてないからね、ファウルじゃないよ。離したように見えた人。いやいや、むちゃむちゃ持ってるやん。無音やった。危なかったー。マジで今タイミングこけるか思った。よし、集中。ほら来た、ほら来た。あ、ポッポー。ハニーバジャー投げたい。ハニーバジャー投げたい。あかん。ハニーバジャーのがシュッていってキュッて曲がってボンっていうのに。今日のレーンミズピー最初にこのドライブ3って言ったからダメですよね、みんな。僕も稼働の調子が良くないかもわかんないんで、どれ投げてもこれやけど。それ一緒じゃない。ストライク。これなんか落とした方がストライク出る。どんなボールやね。あ、いったい。お前や、落としたらストライク出る。俺も借りようかな。落とせる自信やったらむちゃむちゃあるけど、借りようかな。落とした方がいいですよ。アクドライブ3得た前のに、今日あかんな。カバー。あってね、ゆっくり投げたら素晴らしくいいキレすんのに。ということで半分終わって激ヤバです。あ、なんとかあさみは食らいついてる。200に。よいしょ。ラボ頑張る。頑張らんでええよ。みんな応援。ボールチェンジ、ボールチェンジ。同じや、ファールちゃう、ファールちゃう、今ね、ね。ほら、ついてる。ついてるってなんやねん。持ってるにしてくれる。ついてるってなんか離れへん方みたいな。面白いですね。危ない、危ない。この方の日本語は面白いです。危ない。まだね、浅見プロ、まだ日本来てちょっとだからね。そうよ。帰国子女よ。帰国子女。風に行きました。風に。出稼ぎちゃう。抜けてへんやん、今度。あ、あかん。抜けてへんかったら。なんか言うからや。落とさなあかん、誰かでも。抜けてへんかったら。よし、これは一撃チャンスが回ってきたの。どうせミスるよ。どうせって、そっちな、そっちどうせミスるから。間抜けるんちゃう、あれ。頼む。おお、危なかった。刺さるかと思った。イエイ。何やと。ハニーバジャーに頼らんでも大丈夫さ。何やとや。どうしよう。一投目できた。なあ、僕最初の方に静かに投げるって言ったと思うんやけど。うるさい。うるさいそうです。はい。はスペアボールでいこうか。俺やったら曲げて取るけどな、かっこいいから。いつもかっこよさを求める男。いや、もうそんなん倒したらいいんです。倒したらいいそうです。はい、ここから行こう。取れたんじゃない？さすが。天才。みんなスペアウォールはシュアラインの方がいいですよ。以上もね、聞いてください。今 ABS さんの最新のスペアボールはシュアラインじゃないはずです。レーザーハードのはず。いや、やっぱ子さんなんで。子さんなんでね。そうか。やっぱな、泡盛とかも古い方がええもんな。そうやな。よし、そんなこと言ってる場合じゃない。ダボらなあかん。これ見せてくれると思ったのに見せてくれへんかった。また残るよ、みんな見といてあげて。こっちのね、ちょっと夜天品飛んでください。お願いします。天秤さん頼みます。酔ったよ、中酔ったよ、酔ったよ。よっしゃー、よっしゃー、来た。ちょっと自信なさすぎて外から掘りすぎてた。やべえな、やべえな。いや、まだ全然追いついてませんけど。でもワンミスがあるんか。はい、ハンデ僕は10もらえんのやったらええ勝負です。次もちょっとボール落とします。プロらしくない発言の落とします。落とした方がいいの。お前落とした。残念。落としすぎも良くない。ものには限度っていうのがあるからな。加減もある。さすがにちょっと落としすぎやろと思って。確かに今落としすぎました。リリースポイントファウルラインより手前やったよね今ね。これはちょっと取っとかなあかん。おっと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 。皆様お見苦しいところを失礼いたしました。代わりに謝っておきましたので。ミグピーのせいやな。まあこれ謝ってる最中もにやけてましたけどね僕ね。はい。俺のせいではない。でもまだ聞き流しかけた今。よし、これでやってもらう。ここやな。ここがボーリングはファンデーション大事です。9フレーム第一。そう。ファンデーションミスしろ。やだあれ名前ミスピーちゃうからな、ミズピーやからあ、やばい、出過ぎたやめてやめてどうですか、アキュートライブ幅あるよ。ピンアクション最高。不正してる。不正はしてないし、もう滑舌も悪なってきたもともと悪い。よし、これでいい勝負になりましたよ。あ、やばい。ハンデ分いい勝負。いける。あーちゃん頑張れ。落とす一丁。出て一丁。落としに行きます。落としに行きます。あ、ちょうどいいぐらいや今。いいんじゃん。ちょっと落としすぎかなやっぱり。天秤ですよ皆さん。さっきの覚えてる？忘れた。まあ僕はもう一発くれば勝ちになったんで、もう気分が楽ですけどね。これ使ったらあかん。それ使っていいですよ。これ使ったらあかんよ。これじゃあメーカーさんにちょっとね、今日は ABS デーって書いてあるんで。よっしゃ。取れました。ナイスカバー、いいよ、ナイスカバー、上手。さっきのはもう覚えてないから。さあ、水谷リーチです、リーチ。やめて。やめない。今日は200いく動画なので。年明けからな、女の子をいじめてくる。大丈夫、会社でいつも女の子いじめられてるんで。先輩いじめてくんねん、後輩のこと。うちの娘みたいなスタッフにいっぱいいじめられてるんで。うさばらし、リフレッシュ。あ、落とした。やばい、なんなん。落としたら最後やった。なんなん。俺あんまボール落とす人ちゃうんやけど、今親指からボールなくなった。汗で。じゃあもう一回投げ直しって。いや、完璧です。ナイスボール。いや、まだ。ピン残って、あざみプロがパンチアウトすればいい勝負よ。パンチアウト。まあ、こうやってストライクはマストです。今ストライクはマスト。いきます。ボール変えた方がええんちゃう、それ親指調子悪いから。いや、これでいく。あ、しっかり投げた。あ。うわ、何。前ダーリー。また200いってへんって言われるやん。大丈夫、女子プロハンデが10あるから200いきますよ。よかったね。やったハンデやった。ハンデ様と。後半追い上げ型の水谷になりました今日は。まあここは勝ったからボールチェンジです。このボールの良さを見せたい。あ、いいんじゃないですか。よかった。やっぱりボールこっちの方が滑るね。わかりました。アッキュドライブ3よりハニーバージョンの方がちょっと滑るです。それを今投げてんの卑怯やね。いやいやいや、勉強になったでしょ。これ勉強の動画ですから。もっとキューフレとかで皆さんに教えてあげないとですよ。教養も兼ねた動画、これは再生もあります。もう100万再生固い。100万再生固いです。ミリオン。それを収益化しないところがすごい。取れました。はい、オッケー。よし、じゃん。はい。じゃあ最後はね、ハニーバジャースペアで、ハニーバジャースペアで頑張ります。頑張れ。この間うまかったですもんね。そうそう、スペアボールはいらねえよ。スペアボール並みにまっすぐ投げれる男なんです。ほら。お、マイ。ほんまにスペアボールぐらいまっすぐいってる。うまい。はい。え、待って。最後こっち投げとこうと。最後ボールチェンジだそうです。最後はどこいた？これ投げときます。はい、取れ高一丁。ピンが飛ぶか飛ばんか。なんで？ね、これ散々ね先輩のこといじるからバチが当たったんです。今年はおしとやかに行きなさい。はい、ということで今日は水谷の勝ちでした。これで1勝1敗です。はい、またこれはもうね、1勝1敗になったってことは第3戦がそのうちあると思いますのでね、はい、また持ち越しになりましたので、はい、次の動画も楽しみにしててください。まあでも本当にエクスポネントいいボールですね。直進性がある。アッキュドライブのがやっぱりハイブリッドな分だけ若干キャッチ感がお互い感じてたと思いますので、これからね ABS さんのボール。いいボールいっぱいありますので、ぜひねこれからみんなボール買う方は購入の検討材料にしてください。お願いします。はい、今日はじっちゃんありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。はい、ということで本日の内容面白かったなと思う方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。またねやってほしい企画なんかあってもコメント欄に書いてもらうと、はい、できる限り期待に応えたいと思いますので、漫才はしません。僕は口下手なので、おしゃべりはこれぐらい。限界。静かにしとこう次は。無理です。まあ無理です。はい、ということで、多分僕のチャンネルで一番喋る人やと思いますので、はい、おしゃべりも期待しててください。はい、ということで、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。